ようございます。バソ同一禅師は病状心を説かれました。これは一切の作為や造作がなく、是も非もなく、ただありのままの心です。それをさらに臨済禅師は無事と説かれました。臨済禅師は外に求める心が病んだのが無事だと説かれました。無事を入谷義隆先生の前後辞典で調べてみると、なすべきことは何もない、また仁義の入り込みようもない、平穏静筆な世界のありよう、2番、さあもう用はない、浄土説法の締めくくりに言う言葉、3番寄せばよいのにわざわざ、という意味が書かれています。全学大辞典にはもっと詳細に、1番問題がない、用事がない、日常挨拶の後、2番、弱情無為の境界、本来の自己に立ち返った安らかさ、という解説があります。さらに無事乖離という言葉の説明には、求むべき悟りもなく、行ずべき道もないと考える、誤った悟りの境界、という解説があります。もっとも2番には忍忍無差の絶対の境界という意味も挙げられています。無事これ起念は、臨済禅師の言葉として、無事は無為のこと、無為とは病状心これどうというあり方で、一切の造作を排して無心に道に合することと解説されていて、これは良い意味であります。しかしながら、無事禅というと悟りを求めることなく、また正語のない修行をする禅、カンナ禅の立場から目標禅を称して無事禅、古木司会禅などと別称したというように、悪い意味で使われています。前後辞典にも、無事の絵とは、仏法は治むべきなく、称すべきなし、バソや臨済の上等語と思い込んで、何もしなくてよいと収まり返っていること、宋の大英はこれを無事公理に座在す、無事という楼閣の中であぐらをかくと呼んだと説かれています。また無事禅とは、なすべきことは何もないと収まり返った病状無事の境状禅と説かれていて、これらは良い意味ではありません。バソ禅師や臨済禅師の説かれた病状無事という言葉は、後に批判される言葉となっていったのです。同じようなことが日本において不詳という言葉で起こっています。不詳は盤慶禅師が生涯にわたって説き続けられた言葉であります。小川隆先生は全思想史講義の中で102ページに次のように説いてくださっています。以下引用させていただきます。盤慶は不詳の仏心ということをしきりに説きました。不詳というのは、後天的に新たに生み出されたものでなく、もともと備わっているものだということです。親から産みつけてもらったものは、この不詳の仏心ただ一つ、それにさえ目覚めておれば、寝れば仏心で寝、起きれば仏心で起き、歩くも座るも喋るも黙るも、飯を食らうも服を着るのも、皆仏心での営みに他ならない。さすれば平勢より、自らが生き仏なのであって、いついかなる時も自ら仏でない時がない。ことさら仏になろうと励んだり、修行中の居眠りを叩いて叱ったりするのはとんだ見当違い。わざわざ仏になろうとするよりも、仏でいる方が面倒がなくて近道でござる。盤慶はいつもそんな風に説いていました、というものです。不詳というのは、バソ臨済の説かれた病状無事に通じます。そのものと言ってよいでしょう。しかしこの不詳が不詳禅となると、悪い意味で批判されるようになっていくのです。白隠禅師のいつまで草に、こんな言葉があります。
全文化研究所のいつまで草から吉田和勝弘先生の現代語訳を引用します。老子はいつも小座不詳の蛇禅をこの上なく憎んで罵倒してこられました。これまでずっとこのように罵倒し続けてこられたならば、批判された人々は老子を恩敵のように思い、いずれそのうちにきっと言われもないのに災いをもたらし、あれこれ計略を巡らして老子を誹謗するでしょう。そうなれば仏法のために大いに害あることになります。どうか老子そのことをお考えいただいて、不祥禅や目祥禅の輩は放っておいて、一個もされない方がよろしゅうございましょう、とある方が白隠禅師に進言したというのです。それほどまでに白隠禅師は不祥禅を嫌っていな、いたのでした。また同じいつまで草には、松陰寺の専従東林和尚のごときは、まさに今時の不祥の立ち枯れ禅であった。少しの世念もないから世間のことは何もご存じなかった。ひたすら山勝の白木の腕そのままに、漆つけねばハゲ色もなしだ。その身そのままが仏なのだと言って一切万円を顧みない人であった。そういうことだから、松陰寺は貧窮の極に達し、屋根は森、床は腐るということになってしまったのだ。と書かれていて、不祥禅をやっていたから何もできずに寺が貧しく大変な状況になったというのです。白隠禅師にとって不祥禅は目の敵、罵り続けています。山勝の白木の腕そのままに漆つけねばハゲ色もなしだというのは、山勝の白木の格子そのままに漆つけねばハゲ色もなしという和歌のことです。山勝とは漁師木こりなど山中に住む卑しい身分の人を言います。格子とは身と蓋とからなる小さい容器、蓋物香合の類のことです。和歌は山仕事をしている木こりや漁師が普段使っている粗末な白木の弁当箱は漆が塗ってないので色が剥げ落ちることがないという意味です。そこからお互いにお唱えする念仏も飾り気のない心でお唱えするということを言っています。実に白木の念仏というのは雑念を交えない他力の念仏のことなのです。この和歌は浄土宗の法然上人のお弟子で聖山上空上人の作であります。白木の念仏とは阿弥陀仏の本願に基づいて純粋に唱える念仏に例えて、逆に彩色を施すことは無駄にこれに付け加えられてゆく自力根性に例えています。同じ言葉でも工事の教えを表すのに使われたり、またそ知る言葉としても使われるのです。言葉にとらわれないで、何が本質かその言葉を通して見て取ることが大事であります。それでは姿勢と呼吸とを整えます。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながらぎゅーっと肩を持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、
口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、自然と鼻から新しい空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。